こんばんは、漫画家の山花紀之と申します。1980年代、90年、2000年代に、集英社のヤングジャンプ、ビジネスジャンプなどで漫画を描いていたものです。よろしくお願いします。今日はちょっと緊急で動画を回しています。小学館のコメントがですね、出ているということがヤフーニュースにあって、ちょっと読みますね。昨年10月期放送のテレビドラマ「セクシー田中さん」の原作者で漫画家の芦原妃那子さんが急死したことを受け、小学館が6日に社員向けの説明会を開いたことが分かった。同社関係者によると、現時点で同社が今回の件に関する経緯などを社外発信する予定はないとの説明があった。出版活動にあたっては、今後も作家に寄り添うことを誓い、その姿勢を改めて作家に伝えていくという。今回の件の詳細を公表しない理由は、芦原さんが経緯などを綴った SNS への投稿などを削除したことを踏まえて、個人の意思にそぐわないためという。だが、この説明を受けた社員からは、芦原さんが悩んで削除した内容を改めて出すのは控えるということだと思うが、腑に落ちない。何も発信しないことに世間から疑問が出るのは当然。時間が経つのを待っているだけでは、と厳しい声が上がったという。これはですね、どうなんでしょうね。僕ね、前回のその芦原さんが亡くなったことに関して動画を、作ったんですけれども、それが6万再生されていて、本当にびっくりしているんですけれども、この事件に対する皆さんの注目の高さに驚いてるんですね。そして、そのコメントたくさんいただいたんですけれども、その中で僕がちょっとハッとしたコメントがあったんですよ。それはね、どういうコメントだったかっていうと、日本テレビの強い言葉の削除依頼があったんじゃないかっていう、これね、僕ね、ちょっとハッとしたんですよね。脚本家のコメントがですね、セクシー田中さん最終回についてコメントや DM をたくさんいただきました。まず繰り返しになりますが、私が脚本を書いたのは1話から8話で、最終的に9話、10話を書いたのは原作者です。誤解なきようお願いします。今回の出来事は、ドラマ制作のあり方、脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。で、この投稿がですね、12月28日なんですよね。で、それで、芦原妃那子さんのブログが出されたのが、ちょっと日程わからないんですけども、ツイッターの日付が1月26なんですよね。だから1ヶ月ぐらいかかってるんですよ。その脚本家が投稿した、インスタに投稿した記事から芦原さんが反論するまでに1ヶ月の時間がかかってる。この記事を、芦原さんが書いたこの記事、文章は、小学館の編集者と深く打ち合わせをして書いたっていうコメントがあるじゃないですか。この文章を書くにあたって、私と小学館で改めて時系列に沿って事実関係を再確認し、文章の内容も小学館と確認して書いていますって書いてるでしょ。それが小学館とすごく打ち合わせをやって、ものすごい長い文章ですから、それで確認して、編集部にも確認して、編集長も目を通して、それで出した記事だと思うんですよね。で、それを、そこまでして書いたものを、どうして芦原さんが削除したのかですよ。僕はね、ここがね、すごく疑問だったんですよね。で、要するにそのことを書いたがゆえに炎上して、脚本家への批判がいったので、それを気に病んで、悪いことしたなと思って削除したっていうのが、僕も含めて皆さんの解釈だと思うんだけれども、もしかしてこのブログ記事、このツイッターの記事に対して、日本テレビからあれはひどいと、削除してくれっていう話がもしもあって、それを小学館に言ってきて、小学館がその圧力に屈して、
芦原さんに、あれちょっと削除しましょうか先生って言って削除させたんであれば、これは、やばいでしょ。この時の、もしもですよ。もしも仮にそうだとしたら、芦原さんが受けたショックはどれだけのものだったでしょうかね。確かにそれはありえない話ではないなと。そしてもしもそれが事実だったら大変なことだぞと。恐ろしいことだと思いました。まあ、作家さんはね、生活がかかってるから、編集者さんには印象を悪くさせたくない、編集長にの機嫌を損ねたくないとかね、編集部に悪い印象を持たれたくないっていうのはすごくわかるんだ。作家って弱いんですよね。うん、作家って弱い。作家って弱いから、そういうことはまあできないから、できれば外部の皆さんが外圧を小学館にかけるべきなんじゃないか。僕も外部ですから、もう言いますけど、でも、これはちょっとおかしい。どうして芦原さんがあのブログ記事を削除するに至ったかの説明が必要ですよ。あの作品を最後まで書き切るために、彼女は命を懸けてあのブログを書いたんだと思う。なんでそれを、その命がけの必死の彼女の抵抗、必死の彼女の訴えをなんで自ら消すのか。僕はこれが腑に落ちない。皆さんの考えを教えてほしいですね。そうだ。皆さんの考えをぜひ教えてください。すいません。ちょっと感情的になってしまいました。以上です。また。